おはようございます。3月10日 X アリーナ東京さんに来ております。南です。狙いはいつも通り小数台の前台系、あとは大都機種のピンポイントをちょっと狙っていきたいと思ったんですが、本日の抽選番号が180番になりますので、ちょっと様子を見つつ立ち回っていけたらなと思います。まあ、ゼロの日毎回来てるので、おはようございます。様子の方はちょっとわかるので、ちょっと小数台1回見ていきます。ちょっときついっすかね。宿命が空いてるな。誰もいないんだよな。でも北斗宿命が狙い台の機種の一つなので、ちょっと大都計1回見ていきますね。サラバン2は今週の強化機種ですね。あ、寝台結構座ってらっしゃいますね皆さん。ほうほう、じゃあ一旦宿命座ります。小数台の前台系を、狙ってて、ちょっと最近宿命やってないので宿命取ってみたんですけど、じゃあ朝一は宿命から。はい、それでは宿命、北斗宿命打っていきます。ちょっと打ち込み自分少ないので、北斗宿命に関してちょっと拙い解説もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。設定推測なんですけど、とにかくその大当たりした時の連チャンが4連から5連の範囲がめちゃめちゃ多いと。上乗せだからあんましないってことですね。あとは赤が極端に少ないと、6の場合ですけど、まあとりあえずその前台系を見るにあたって自分以外の台を見るのであれば、それだけでもう6か6じゃないかっていうのは分かるんじゃないかな。まああと2時での2時チャンス名での直撃定格通常での、まあ前台系狙いなので、まあ基本は周りの台を見たいとは思っておりますね。えみんな回してくれてるので、まあそれも結構早く分かるんじゃないかなって、前台系か前台系じゃないのは思います。なんかホールさんによってはもう回さないって人とかいたりするので、これは多分定格なので関係なしと。これはホールさんのことを言ってるんじゃなくて、そのユーザーさんのことを言ってるんですけど、みんなその自分はですけど、みんな一緒に回して前台系は判別しましょうねっていうのが好きなんですけど、まあコメント欄がありそうなこの話題ですけど、まあ打たないで見てるのが一番お金とかそういう面ではいいんだろうけど、それはルールとして違うじゃんと思うのが自分の考えですね。まあ打たないで周りの挙動を見るっていう考えも理解できますね。そっちの方がお金使わないでいいんで。なのでそっちの考えは理解できますけど、自分はあんまりやりたくないなと思うのが本ですね。二時広角から落ちてると考えた方がいいっすね、今の二時も。さあどうかな、外れそうっすけど、いやどうなんだろう。あ、直った。当たりました。いや、暑かったか。いや、広角じゃないと思うけどな。広角じゃなかったらかなり暑いっすね、これ。169ゲーム。はい。まあ、単発はなんとか回避。さあ、これがどうなるか。どうなんの。あ、ダメっぽいか。三連。
はい、3連242枚。いや全じゃなさそうかな。今ヒダさんが単発で終わったんですよね。さっきの直撃が、まあ、定格通常の可能性があるっていうことで、まあ、ただもう左も弱いので移動はもう考えてます。まあ通常画面での二時が広角だったのかもしれないですね。そしたらやめてもよかったっすけど、まあ初当たりもう一回取りますか。こうなっちゃうと判別できないんですよね。前代判別もうスパッとみんなやめちゃって、まあ6全6ではないんだろうけど、まあでもやめられるってことはそういうことなんでしょうね。6じゃないとちょっと探すのは宿命に関してはリスキーだと。スイカで降格上がったら、あ、バトルパート行った。はいはい、当たった。マジか、当たると思わなかった。456ゲーム。ちょっとこれでなんか終了画面とか何も出てこなかったら考えますか。頑張れ。大丈夫。お、剣王だ。ただ俺剣王乱舞全然続いたことないんだよな。やっぱね、俺がやると剣王乱舞全然出ないんですよね。おお、頑張れ。いやマジか。銅トロフィーなら出た。なんならちょっと一旦二時二回スルーしたのもあるんで、ちょっと一旦周り見ていきます。はい、ちょっと見てきたんですけど、ちょっとシンフォニアが若干気になるかなって感じです。ですのでこれ打ってるよりかはシンフォギア打った方がいいんじゃないかなと思って、ちょっとシンフォギア移動します。はい、はい、シンフォギア移ってきました。はい、理由としましては今打ってる台が、300ゲームのゾーンを超えてない。まあこれに関してはまあちょっと分かんないですけど、まあ高設定は超えづらいっていうことで、低設定でも超えないですけど高設定の方が超えづらい。あとはまあ、300を超えてないって言ったんですけど、あと2周期でもさ、なんか300超えてない大学もあるんですよね。シンフォギアの場合、あの1周期は全然超えないんですけど、基本2周期は結構低設定って300超えやすい傾向にあるので、そこ超えてない大学があるっていうのは好材料なのかなって思って。もうあとはこれ設定分かりづらい基地なんで、やっぱ打っていかないと分かんないんですよね。まあ他の人がちょっと弱そうな演出とか、余演出というか300のゾーン凍っちゃったとか、そういうのがあったらちょっとまた考えます。あれ、共通ベルかな。あれあれ、ここで入ったっけ精鋭モードって。いや朝させてるよ。はい、当たんないですね。あ、ワンチャン当たるかも。あ、当たった。全然強いとこなかったけど、やっぱここでの前兆は熱いのかな。 181G チャンスゾーン、
総投資が1万8000円ですね。はい、3000で追撃。はい、これ確定ですね。はい、撃破。はい、 V ソング、これ T です。じゃ基本ここでセット数を乗せるかボーナスを引くかで出玉を増やしていきます。はい、 V ストック、よし、3発回避。はい、 V、 はい、継続バトル。だいたい続くときって赤文字とか青文字とか出てくるんですよね。ちょっと危ないかも。あ、大丈夫、これはさすがに続いた、よかった。はい、来た。これ、スイカとか、強ベルとかあるんですけど、こうなった時点でベルかリーチ目で、これでベル否定で、こういうのでどんどん増やしていくっていうゲーム性ですね。で、1セット目に弱チャンス目でストックしてたんで、まあここで終わる可能性はあるんですけど、さあお願いしますと。お、こういうのが出てこないと継続しないんですよね。多分これ継続するんじゃないんですかね。だから分かりやすいですね。結構難しいんですよね、この台。今期待度結構あったじゃないですか。ただこれなんかカットインとかないともう普通に負けます。ほら、5セット498枚で引き戻し抽選があって、一応引き戻しの書き換え抽選もしてると思うんで、ダメか。で、有利区間ランプが消えると。ダメっぽい。あ、赤だ。ちょっと組み合わせとか覚えてないから俺どうなのか分かんないけど、よし、この140はまあまあいいんじゃない、悪くない挙動だと思います。さあお願いします。撃破撃破撃破、ありがとう。撃破。
て。終わった臭い。終わった臭いですね。2セット224枚。さっき調べたんですけど、4人揃ったら 80% らしいですね、これ。本当かよ。これで 80% らしいです。大丈夫？ああ、大丈夫そう。232ゲームさあ、左で OK。 左、よし、助かった。マジで助かった。お願いします。よし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 、今さすがに継続する。大丈夫。よし、追加ですね。お、これは追加からボーナス。いやー、ここは厳しいかもしれないです。頑張れ。250枚さすがに厳しい。お、V フラッシュしましたもんね、今。ボーナスだ。今ちょっと見てきたんですけど、このメインフロアの手前稼働が強くて出玉持ってるイメージ。自分が打ってた台が入ってんすよね、それ。まあ捨てることは全然あるんで、そういうこともやってくるんすね。はい、ストック。また偶数っすか。まあとりあえずもう一周やりますか。一応300後半の前兆を見てやります。やめっすね。300のゾーン超えちゃいましたね。いやー、きつい。まあ、どっちにしろこれは続ける理由が薄くなったのでやめます。強い台が現れたらちょっとまたやってみようとは思うんですけど、そうでもなければ多分今日は終わりになります。はい、はい、じゃあそれでは最後の徘徊というかラウンドしていきます。
ちょっとここら辺が見えてないんですけど、常連さんが花火とか、バーサスとか触り始めたとこですね。まあ、ここも州で力入れてる機種のサラバン2は1台ありそうですね。でギア数が前代なのかわからないですけど、常連さんが粘られてる、配分系だと思いますけど、前代なのかな。で花々、まあ花々も全部ってわけではなさそうですね。反逆は角のお兄さんがずっと粘ってますね。まあ、結構角強いのかな今日って言っても全部じゃなさそうなんで何とも言えないですけど、まあ、肛門茶葉とかすごいいいグラフだから。で今日絆がね結構出玉感はありますね。まあ右側かな、結構強めに入ってる印象ですね。あと番長、やっぱ角が強いのかな。シンフォギアはちょっと分かんないですね。超えてる台がちょくちょく出ちゃったんで自分もやめちゃったんですけど、でアラジンがそこそこ出てた印象はあります。はい、こんな感じですね、まとめは。はい、お疲れ様でした。今日ですね、宿命から、シンフォギアに移動したんですけども、両方ちょっと何とも言えない挙動になってしまって、周りの状況的にちょっとないと判断してやめました。店内状況的にはギアスと花々が強めで、絆がなんか少しいつもよりも強かったのかなって感じですね。この前と今回、2月10日と3月10日がちょっと自分の中でしっかりつかみきれてない、入ってるんではあるんだけど自分の中でどういう店側が入れてるのかが、把握しきれてないところがあるので、少し、まあ、前回も言ったんですけど立ち回り変えてっていう話をしてやってみたんですけど、まだ全然常連さんたちも前代系かなって言ってうちに行って、みんなその後に辞められてる方多かったんで、まあ、正解は絆に座ることだったんですけど、いろいろもっとまた一から調べ直してみる必要がありそうな感じです。はい、結構なかなか手強そうなホールさんですね。自分の中ではもうちょいなんかこれといったものを持って、ちょっと次回もし呼ばれるのであれば立ち回ってみようかなと思います。はい、今回はちょっと手も足も出ないって感じだったんですけど、次回ちょっともうちょっとマシな立ち回りを見せられるよう精進していきます。ありがとうございました。南でした。